お墓田ぐり北カラフト油田の位置、その他東岸に敷土が点在した。北カラフト石油株式会社は、かつて存在した日本の国策会社であり、昭和初期にソビエト連邦領の北カラフトで油田開発を行っていた。日ソ基本条約に基づき、日本が北カラフトの石油利権を獲得した後の1926年に設立され、 北からふと東海岸のオハのオハ油田、カタングリのカタングリ油田を中心に採掘を行った。感染燃料として石油資源の確保を望む大日本帝国海軍の影響下で誕生した会社であり、海軍出身者が歴代社長に就任し、石油は基本的に海軍に納入された。1943年まで採掘を行ったが、資金不足から採掘が進まず、 採油能力が低下したことに加えて外交関係悪化に伴うソ連の事業妨害などから1930年代後半には業績は下り坂となった。1944年にソ連の中立を維持するための外交材料として北カラフト石油議権がソ連にへ返還された後帝国石油に吸収合併され消滅。なお本記事ではカラフトでの石油発見から 日本の北からフト利権獲得までの経過についても触れる。カラフトにおける石油開発の歴史は1880年にロシア帝国ニコライフスクの毛川商人イワノフがオハガー上流で石油の大路頭を発見したことに始まる。イワノフは宴会州軍部知事に航空を求める請願を出したが翌1881年に病没。1883年。 岩野府の相続人に工クが認められたが、賃貸料の負担が重く、事業を断念した。その後、1886年にアレクサンドロフスクの管区長リンデンバウムが、カラフトの探査を行い工クの請願を行った。これを知った、岩野府の娘婿のグリゴリー・ゾートフが、工ク獲得に乗り出し、1889年に、オハの工業系を獲得して、サハリン石油工業。 ゾートフ組合を設立した。ゾートフは地質調査を行ったものの資金不足となり1893年に組合は破綻する。1906年に改めて組合を設立し再起を図ったが、ゾートフは間もなく死去。事業を引き継いだサハリン石油工業ゾートフ相続人組合が1909年にオハで初めて輸出に成功した。しかし、 資金不足で1914年にコークを没収された。また、1892年にロイヤルダッチが、ドイツ人技師のホードルクレイをカラフトに派遣。ロシアでは、外国人の掘削が認められなかったため、クレイはロシアに帰化してぬと他の私屈権を得た。ロイヤルダッチは、採掘困難と判断して撤退したが、クレイは事業を継続。1902年に、 ロンドンでサハリン・アムール鉱山工業新事系と1908年に天津でシナ石油会社を設立したが資金不足となり1912年にクレーが死んだ後事業を継いだ彼の息子も1914年に税金滞納で工区を没収されたその他ロシアでサハリン炭鉱会社とペトログラード商会が設立された前者は 法規違反で利権を失い解散したが、後者はロシア極東工業会社と解消。さらに、イギリス資本のファーストサガレンシンジケートと合同して1910年に設立されたセカンドサガレンシンジケートがロシア極東工業の利権の半分を譲り受け、日社により開発が進められた。両社は工業権が1917年から18年に執行するため、 有望航空の永久開発権をロシア政府へ請願したが外国石油会社の反対に相認められなかった。北新海の設立に至るまで艦船の燃料に石炭を使用していた日本海軍は20世紀にハイル重油への移行を進めた。日露戦争末期の1905年にカラフトを占領した際には海軍は西海岸の石炭を調査したものの石油については 積極的に調査を行わなかった。しかしその後、1908年に石炭、重油根性の巡洋戦艦、イコマを建造し、88艦隊計画では重油を、主燃料、石炭を重とするなど、石油資源への関心を高めていった。1912年、クレーの品石油会社から日本での販売権を打診されていた。 松正洋光の山本忠三郎がインターナショナル石油顧問の石川貞春に依頼し海軍の便宜を受けて現地調査を実施した。北から太油田は新潟や北海道の油田より優れているとの報告書を作成するが日本企業は関心を示さなかった。石川は1916年に桜井彦一郎、大熊新常、押川正義らを通じて 大熊重信に働きかけ、海軍に1万円の助成金を要望したが、断られる。同年、桜井はロシアに行き来たカラフト油田の日露、共同開発の内託を得て、久原工業の久原ふ之助の講演を得ることになったが、1917年のロシア革命、勃発により中断を余儀なくされた。その後も、桜井は活動を続け、1917年10月に、 ウラジオストクへ行き、北から太西岸で炭鉱経営を行っていたイワン・スタヘイフ紹介を紹介される。同社は、セカンド・サガレン・シンジケートと、ロシア極東工業の利権が1918年までに消滅することに着目して支配人、バトゥーインを日本へ派遣し、大熊・重信に、日露合弁の石油会社設立を打診した。大熊は、久原ラ・之助を紹介し、 1918年5月に、久原工業とスタヘイエフ商会の間で合弁契約が締結された。同年、久原工業は、北カラフトに調査隊を送り、北カラフト予田が有望であるとの結果を得たが、オムスクの臨時前ロシア政府はなかなか許可しなかった。なお海軍も1918年9月に、宮本雄介機関中佐を北カラフトに派遣。 宮本は日本人として初めて、オハイで電の調査を行い、有望との報告を行った。この間、日本の他英米資本も極東ロシアでの利権獲得に向けて行動していたことから、日本政府は1919 19年4月1日に北から太の油田、丹田開発について、日露合弁で進めた国を排除し、国内企業の共同を図ることと、政府援助の検討を、 閣議決定した。そして、従前から広く民間企業を集め事業を進める、方針を打ち出していた海軍の働きかけにより、5月1日、久原工業、三菱商事、大倉商事、日本石油、宝田石油の校舎が、石油開発新受刑と、北新会を設立し、久原とスタヘイエフ商会の契約を引き継いだ。北新会は、スタヘイエフ商会による、 航空出願が未許可であったものの、ロシア関係の了解を得て、敷屈作業に着手した。しかし、1920年にニコライフスクで赤軍パルチザンに日本人が虐殺されるに港事件が発生し、北新海の作業地、バターシンにもパルチザンが襲来する恐れが生ずると、北新海は作業を中止したほで1ヶ月かけて南からふとの3号へ撤退した。同年8月、 日本軍は同事件の賠償を将来正当な政府が行うまでの保証を落として北、カラフトを軍事占領し、油田へ守備隊を派遣した。北カラフトに軍政を敷いた日本政府は9月28日に北カラフトの油田、丹田開発方針を確認決定し、海軍の指導監督下で北進海は作業を再開した。1922年には、 北新海に三井鉱山と鈴木商店が加わり、株式会社北新海へ改祖し、日本石油の橋本啓三郎が会長に就任した。北新海は各地で地質調査と支出を行い、1923年にオハで採油に成功。翌年には海軍が初めて日本へ原油5440トンを搬入した。 シンクレア石油の利権獲得運動。ハリー・フォード・シンクレア誕生したばかりのソ連は、第一次世界大戦とロシア内戦により荒廃した国家を復興するため、1920年11月にコンセッションの一般的な経済的、法的条件を布告。外国資本への利権供与により、天然資源開発などを進める方針を打ち出していた。 こうした中、アメリカ合衆国の新興企業であるシンクレア石油会社は、カラフト、シベリア、中国での油田開発を目的に合弁企業の設立を日本に持ちかけた。この提案に対し鈴木商店が関心を示したが、海外資本の参入を避けたい、日本政府は消極的な態度をとった。このため、シンクレア石油は極東共和国に接近し、 1922年1月に北カラフト油電の調査権、採掘権、販売権について仮契約を締結。極東共和国がソ連に併合された後、シンクレア石油は1923年11月にソ連と利権の仮協定を締結し、カラフトへ油電調査隊を派遣しようとした。しかし、日本政府は同年4月24日の閣議で、 シンクレア石油とソ連の契約を認めず、かつ、シンクレア石油の北かカラフト調査を拒否すると、決定しており、調査を妨害した。ハリー・フォード・シンクレア社長は、アメリカ政府の支援を得ようと国務省に働きかけたが、スタンダード・オイルよりで、対策交渉では、コーカサスの石油利権獲得に重点を置いていた、チャールズ・エイバンズ・ヒューズ国務長官は協力せず、さらに、 シンクレア社長が、贈賄疑惑の発覚により信用を失ったため、日本との利権獲得競争に敗北。最終的に1925年2月、ソ連最高国民経済会議で、シンクレア石油の利権契約の解消が承認された。北カラフト油田利権の獲得1921年以来、日ソ両国は、日本軍の北カラフトからの撤退と、ソ連政府の承認。 に港事件の解決に関して交渉を重ねたが、北からふとの資源利権も論点となっていた。1922年9月に極東共和国との間で開催された長春会議が決裂した後、日露協会会頭を務め日ソ国交樹立を目指していた後藤新平東京市長は、加藤智三郎総理大臣の了解を得て、1923年2月に、 ソ連中派な全県代表アドリフ・ヨッフェを病気療養の名目で日本へ招いた。そして、後藤とヨッフェが指摘会談を行った後、6月末から7月にかけ、ヨッフェと帰国中の中ーランド講師、川上敏彦の間で非公式予備競技が行われた。本競技では、北カラフト全域の日本への売却も議論されたが、売却価格を日本は1億5000万円。 ソ連は15億ルーブルとそれぞれ主張し、折り合わなかった。しかし北から太り圏の供与はほぼ合意に至った。続いて1924年5月から中花講師、吉沢健吉とソ連代表レフから半島の間で北京会議が行われた。日本に認める油田権益比率について日本がント。 ソ連が40%を主張し対立。日本海軍は同時に交渉していた北、カラフト西海岸の丹田権益を放棄しても、油田権益60%の確保を主張したが、50%とする外務省案で妥協。ソ連はなおも45%を主張したが、例人没後1周年までに条約締結を目指す意向から、日本案の50%で妥結した。 1925年1月20日、日ソ基本条約を北京で締結。同条約第6条に、ソ連が日本に対し天然資源の開発に関する利権を供与する意向があることが明記され、条約の付属議定書で北からフトの油田利権内容を定めた。その概要は以下の通り。中里茂次同年6月、加藤公明総理大臣が、 国内の実業家100名を官邸に招き、北枯布と油田利権のための会社設立に関する懇談会を開催。元海軍省軍事局長で燃料問題にかかった経験を持つ中里茂次、海軍中将を利権交渉代表及び新会社の社長に決定した。そして、利権交渉団は川上敏彦が顧問となり、同年7月にモスクワへ向かった。 正式会談24回、技術会議約20回、商委員会十数回を行い、途中交渉が難航し何度か決裂の危機があった。ものの、同年12月14日に、日ソ基本条約付属議定書に定める、日本政府が推薦をする事業者として設立された北、佐賀連石油企業組合との間に、石油利権契約を締結した。そして、北新会は北。 サガレン石油企業組合に利権を譲渡し、1926年1月に解散した。北から太石油利権の地図利権契約で定められた、採掘期間は45年、採掘期間は11年であった。北新海が採掘を行っていた、オハ、エハビ、ピリトゥン、ヌトウ、チャイオ、ヌイオ、ウイグレクトイ、カタングリカク交渉の掘採掘権が、 コンセッション会社に供与されることとなった。コークは約500メートル四方の正方形のマス目に分割され、日ソの自国コーク同士が隣接しないよう、一末模様状に配分された。1927年2月に追加協定を締結し、11カ所の敷屈地域、エハビ、クイドゥイラニ、ポロマイ、北ボアタシン、南ボアタシン、チェルメニダギ、カタングリ、メンゲコンに、 チャクレナンピチャムグ、ベングリボリシャヤフジの協会が定められた。日本政府は、北から太利権の獲得を受けて、コンセッション会社に関する規定を直令によって、定めるとした、条約に聞く外国、都の利権契約に、より外国において事業へ意むことを目的、とする帝国会社に関する法律を制定。ついで1926年3月5日直令第9号で、 当該規定を定をめたたこれれらに基づき北からふと石油株式会社が設立された中里は台湾予備油田と同様に海軍省が所管することを期待し、海軍省も半官半民の特殊会社とすることを望んでいたが、日本国内及びソ連ともに、それを許さず、商工省所管の準備委員会,会社として設立されることとなった。 北から太石油は同年6月2日に、商工省の許可が下り、同月7日に設立総会を開催。資本金は、北進会、北起人、一般公募とほぼ3等分で1000万円を募ったが人気を博し、予定株数の11倍の応募を集め、設立時点の株主数は3655名であった。また株式は、東京株式取引所に上場された。 経営陣には、社長の中里のほか、取締役に、在会から橋本啓三郎、林育太郎、押川正義、牧田玉木、松方孝二郎、斉藤孝介、島村金次郎、末延道成らが就任した。設立後、会社幹部及び労働者400名余りが、北からふとに向かい、おはゆでんで事業を開始。北からふと石油は、 北深海の資産を受け継いだことから、すぐに生産活動を軌道に乗せた。オハ製油所北カラフト石油は東京に本社を置き、オハに北カラフト工業所をその他の私屈、採掘地に支所を置いた。オハでは工場からカラフト東海岸まで鉄道を敷設。東海岸には港がないため、海軍の支援を受けて、 船舶に直接掃除する 1km 沖合までの海底パイプライン及び渓流施設を整備した。そして、1927年以降、オハはデンと海岸一帯に石油タンクを設置し、1930年には貯油能力が20万トンとなった。また、北から太は欠票と波浪のため6月下旬から10月末までしか二役を行うことができない中、物資を車線。 オハマルや五千から六千トンの要船数石により日本国内から輸送。オハと各支所間は七十五トンの発土船、ジャイオマルで連絡した。原油は海軍の特務艦により日本に運ばれ、1931年度で9割以上が海軍へ、その他は日本石油、三井物産などに販売された。コンセッション契約では労働者の雇用比率を ソ連市民75%、外国人25%と定めており、ソ連政府は労働者の大半をソ連領内で調達することを求めていた。労働者は北から太石油がソ連側に必要人数を申請し、ソ連側が提供可能人数を北から太石油に伝達する。ソ連市民、またはソ連国内に住む外国人で必要人数を賄えない場合、 北から太石油は22に日本人を含む外国人を採用することができた。しかし、1920年代後半から30年代にかけソ連国内で工業が成長し、労働者の需要が増えたこと、及びソ連の組織や制度の制約から労働者の確保は混乱を極めた。なお、1933年の従業員数は下記が 日本人1,569名、ソ連人1,494名の計3,063名、当期が日本人791名、ソ連人963名の計1,754名であった。ソ連国内の外国企業もソ連の労働法の適用を受けることとなっており、1925年3月には、オハでも労働法が施行された。同年四月に、 少数のソ連人により、労働組合が結成されたが、日本人及び日本語が使える朝鮮人は組合に加入しなかった。毎年労働組合と団体協約を結ぶ必要があったが、改定の度にソ連から給料の引き上げや福利構成の向上など、事業の負担となる条件が要求されたため、交渉は毎回難航し会社の負担は増大する一方であった。 労働者の住宅は北から太石油が無償で提供する義務があったが、その面積も争点となった。1935年時点でソ連人労働者の住宅は日本人労働者の住宅の半分の面積しかなく、組合の要求を強める要因となっていた。北から太石油は経営を圧迫するソ連国籍労働者を抑制するため、 厳正な試験を行い採用を減らそうとした。ソ連は、不採用労働者にカラフトまでの旅費及び不妊手当を支払っており、不採用者が増えることが経済的負担となるため、1936年に北カラフト石油による採用試験は廃止された。一方、日本人労働者は、石油採掘が進んでいた、新潟や秋田、乗船地に近い函館や青森から集められた。 交付が大部分であり、上勤労働者は長屋の大部屋に、季節労働者はテントやバラックに住んだ。現地ではソ連による宣伝活動も積極的に行われたが、共産主義思想に染まったものは、累計4から5000人の労働者のうち5、6人に過ぎなかった。北から太は物資を自給自足できないため、北からふと石油が従業員に、 食料や衣服を提供する義務があった。食料品では肉をアルゼンチンやオーストラリアから輸入し、缶詰もあらゆるものがあるなど、日本本土にない高級品も豊富にあった。日本人社員は普通2年間をカラフトで越冬し1年間東京に帰るローテーションで2年越冬すると2000円くらいを稼げ、カラフト成金と言われた。戦前の北カラフトにおける 日ソ両国の石油製北カラフト石油はソ連側の航空についても開発を委任するよう働きかけた。しかし日本側の順調な立ち上がりを見てソ連も自国航空開発のため1928年8月にトラストサガレンネフチを設立した。ソ連は日本から左右機器を購入の上自己生産の原油を日本へ輸出することを希望し、 1928年9月に原油売買契約を締結。これに基づき1929年からトラスト産原油が輸入され、最盛期には輸入量が年間10万トンを超えた。しかし、ソ連がハバルフスクに製油所を建設し、独自の生成能力を手に入れたことや日ソ関係の悪化から1937年を最後にトラストからの購入は終了した。 なお、日本が炭鉱で石油の埋蔵を確認したにもか、河津ソ連が生産を認めなかったエハビ油田では、トラストだけが生産を行った。エハビ油田は、オハ油田の生産が落ち込む一方で増産を続け、1945年には、北からふとにおける、採油量の7割を占める51万トンを生産するに至った。そして戦後さらに生産が伸び、 1988年には年間260万トン、累計生産量が1億トンに達した。石油会社は事業継続のため新たな油田開発を行い採油能力の向上を図る必要がある。しかし北から太石油では株主に高配当を約束していたこともあり、経費がかかる一方で短期的な利益を生まない仕屈を経止。 創業から1930年度までに支出を行ったのは、ヌ島、カタングリ、北オハ、ポロマイの4区域だけであった。コンセッション終了期限に全資産をソ連に引き渡すことになっていたため、会社の財産を担保に資金調達することができず、当初は補助金もなかったため増資によるしかなかった。1931年に資本金を2000万円へ増資するとと,ともに、ヌ島、 カタングリ交渉の開発を中止して、私屈を強化。日本政府からは1932年に10万円、1933年に28万4千円などと、私屈助成金が給付された。しかし、1936年度までの私屈作業の支出1336万円に対し、私屈助成金は380万円にとどまり全く足りなかった。この結果、 1930年代前半をピークに、経営は加工船をたどり、年8%配当を維持できなくなり、役員報酬も減額を余儀なくされた。佐コ寺正マ1935年7月に社長就任した佐コ寺正マは、1936年以降、私屈重視から採屈重視へ経営方針を転換。おはゆでんの開発と並んで、北おは、 カタングリ交渉の開発を進めた。しかし、オハユデンの採油量が減少する一方で、北オハ交渉の採油量は微増にとどまり、オハユデンの減産を補うには至らなかった。またカタングリ交渉は、1937年に、申請した海底パイプラインの建設をソ連が許可、しないなど事業を妨害したことにより、1940年には撤退を余儀なくされた。 死屈期間は1925年から1936年までであったが、実際に死屈に着手したのが1928年と3年間を無意に過ごしたことから、北から太石油は早くも1929年には、ソ連へ期間延長を求めた。しかしソ連はまだ死屈期間が残っていると主張し、交渉は難航。1936年に、 サコンジ社長がソ連へ一き交渉した結果、ソ連人労働者の福利向上等を交換条件に支出期間が5年間延長された。これを受けて、北から太石油は、未払い込みの増資金の徴収や政府保障債の発行、政府補助金により、総額900万円の支出計画を立てた。ところが、同年11月に日の防協協定が締結されると、 ソ連からの圧力が増していった。この結果、1937年には、ポロマイ、クイズイラニ、チャイオ、コンギ師匠を閉鎖。死屈が進まない状況から、日本側は死屈期限の再延長を求めたが、1936年の延長時に付属文書で再延長は行わないと、訳していたためソ連は認めなかった。第一次後可燃計画で国力を増したソ連は、 外国資本の排除にかかり、北カラフト石油にも圧力をかけるようになった。北カラフトのコンセッション企業は、ソ連の鉱山監督官、労働監督官、技術監督官に監督されていた。ソ連の国内法やコンセッション契約の違反を判断する監督官の権限は強く、監督官の命令で作業が中止されたり、時には、 モスクワでの交渉を余儀なくされることが頻繁に発生した。また、監督官によって対応は異なり、北から太石油に厳しく、トラストには甘いといった不公平な対応が頻繁に行われた。ソ連は様々な妨害を行い、以下のような状況であった。1938年には赤字に転落し、政府からの補助金で埋め合わせた。これらの圧力に対して、 北から太石油及び中蘇大使が抗議を行い、また国内でも外務省が世論に訴えた。そして1939年2月には衆議院で日本政府に対策を講じるよう求める大蘇権益確保に関する決議がなされ、同年6月末から9月末まで海軍も軽巡洋艦夕張の捕獲地区艦数隻がおはおきで、 自由行動を行い権益保護の姿勢を見せた。しかし同年には団体契約交渉が難航、労働組合の要求の大半を受け入れて11月に調印したが、当期労働者の雇用申請期限に間に合わず、エハビ、カタングリでの越冬経営が不可能になった。1941年に締結された日ソ中立条約の交渉過程で、ソ連は 北から太の利権解消を強く主張し、日本と対立した。1940年11月、ビアチェスラフ・モロトフ外務人民委員は、立川美事中祖大使に対し中立条約締結と利権解消を提案。これに対し日本政府は利権解消を拒否し、逆に日本への北から太売却を打診したが相手にされなかった。1941年4月に行われた、 松岡洋介外務大臣とモロトフの会談で再度議論されたが最終的には利権解消で決着した。中立条約締結時に取り交わされた松岡とモロトフの反抗心に北から太り県の整理問題は数ヶ月以内に解決する要は解及び相互融和の精神を持って努力すると盛り込まれた。松岡は北から太り県の解消に積極的ではなかったが 利権があまり役立たないものとなっていたため解消を決め、他の閣僚には日本帰国後に説得するとして反抗心を渡した。しかし、反抗心が非公表であったこともあり、日本政府はこの問題を放置した。1941年6月に独ソ戦が始まると、ソ連の北カラフト石油への圧力は一時的に緩和したが、同年12月に期限を迎えていた。 死屈期間の再延長は拒否された。1942年末に東部戦線の戦況がソ連有利に転じると再び圧力が増すようになる。そしてソ連は利権返還の約束を果たさなければ日ソ中立条約の破棄もやむを得ないと主張してきた。このため百四十三年になると日本政府はソ連との緊張を緩和するための交渉材料として 佐藤直武中蘇大使の権限を受けて、6月19日の大本営政府連絡会議で、北から太り県の優勝譲渡を決定した。加えて、7月に北から太へ、食料や生活物資を輸送していた要戦が、金貨山沖で撃沈され事業継続困難になったことから、北から太石油は8月1日に事業停止に着手。 11月に留守番他社員約100名を残して、北カラフトから撤退した。日ソ両国は1944年3月30日、北カラフトの石油及び石炭利権に関する異常議定書を締結。ソ連へ譲とされる資産の帳簿価格は2174万円で、あったが、ソ連が請求してきた契約や、法規違反の代償金と相殺され、当時の 約400万円に当たる、わずか500万ルーブルの対価で、北カラフトの利権を放棄した。ただしソ連は、現在の戦争終了時から5年間、毎年5万トンを日本に供給することが定められた。これにより、事業を失った北カラフト石油は、政府の圧戦を受けて、国内石油工業一元化のために設立された、国策企業である。 帝国石油に7月1日に九州合併されて消滅した。なお北カラフト石油は太平洋戦争開始後、国内の石油技術者を南方へ送ったため、人手不足となった帝国石油の八森油田を1942年12月から経営住宅していた。1944年時点で八森油田の103名を含め従業員は904名であったが、 一部の社員は北から太石油南進隊として海軍に徴用され、残りは帝国石油に移籍した。クラモ物油田の一大平洋戦争中、南方で石油資源の獲得を進めていた海軍は、ニューギニア島西部にあるクラモ物油田の開発を行うこととし、第101燃料省のもとに調査隊を編成したが、燃料屈作と採油の技術者が不足していた。こうした中、 北からふと赤矢はソ連の圧力により多くの社員が北からふとに渡航できず本土に泊まっていたことから社員315名を軍属として徴用することで海軍と合意し常務取締役片山政治委員卒のもと隊を結成した1944年2月1日に佐世保港を出発したが当初は海軍の調査隊と合流することは極秘となっていたため 北からフト石油南進隊と呼称された。2月17日にスラバヤに到着。ここで2体に分かれ、先発隊がニューギーニア、残りはボルネオへ向かった。先発隊はアンボンを経て、クラモ物油田で調査隊に合流するが、うち89名はビラク島の陣地構築作業に回された。 彼らは1944年5月に始まった美薬島の戦いに巻き込まれ、3355脱出を図ったが、生還したのは18名のみであった。ニューギニアの隊員も、連合軍の進攻のため6月には作業を中止し、ボルネオへ撤退。当初の任務は完了したものの多くの隊員は、帰国できず燃料省の各地の油田に配属された。 1945年3月に40名がシンガポールから帰国の都に着いたが、乗船、アワマルがアメリカ潜水艦の攻撃を受け沈没、全員死亡した。最終的に他の死者を含め315名中160名が潜病死し、生存者の大部分は帝国石油に復職した。社長、常務には主に海軍出身者が就任し、その他、日本石油等から、 取締役を出していた以下の出典はありがとうございます。